はい、どうも皆さん、こんにちは。渡辺です。今日はですね、30代、40代の方向けの雨の日に使えるヘアアレンジ方法についてご紹介します。雨の日とかって髪型結構困りますよね。例えば、おろしてる方とかでもね、こう、細かい毛がこう、ふわふわっと出てきて、ちょっと疲れて見えたりとか、ちょっと老け込んで見えたりとかしてしまう。そんな感じにね、なってしまう方も多いんじゃないでしょうか。今日はね、こういった部分に見えない、どちらかというと若々しく見えるヘアアレンジ方法をご紹介します。今回のね、ポイントとしては2つあって、まず1つ目は、しっかりとオイルをつける。オイルをつけることによってね、雨による湿気だったりとかを寄せつけない。どちらかというと弾く効果があります。あとは、遅れ毛だったりとかをね、下ろさないようにする。遅れ毛を下ろすことによってね、やっぱこう湿気だったりとか、こうブワッと広がってしまうので、それをしっかりとまとめていくっていうのがポイントになります。っていうことも踏まえて、早速、じゃあ動画をスタートしていきます。で、まず、ヘアオイルをつけていきます。で、まず、毛先。で、中間の部分と、表面の部分をつけていきます。湿気があるときは、しっかりとね、オイルをつける方がいいです。で、オイルをつけることによって、まあ、湿気だったりとかをね、弾く効果が結構ありますので、特にね、この顔周りの部分。だったりとか毛先の部分はしっかりとつけるようにしといてください。で、オイルをなじませるためにブラシで溶かしていきます。この時に引っかかりがしっかりとなくなるようになるまで溶かすのがポイントです。じゃあ早速まとめていくんですけど、まずはね、手ぐしでもう全体の髪の毛をしっかりと後ろに持ってきてまとめていきます。で、この時にポイントなんですけど、絶対に遅れ毛は下ろさない。遅れ毛を下ろしてしまうとね、湿気によるこう広がりだったりとかパサつきが見えてしまうので、遅れ毛を下ろさずに後ろに全体の髪の毛をまとめていきます。で、全体に後ろにね、持ってきてまとめたら、ここでゴムで結んでいきます。この時にポニーテールとかにしてしまうと、毛先がね、やっぱりこうダメージだったりとか、癖がある方に関しては、やっぱり湿気による、まあ、広がりだったりとか、パサつきが出る原因にもなりますので、ポニーテールっていうよりは、お団子にまとめる方が髪の毛が綺麗に見えます。で、この時にね、まあ、毛先の部分を下にしてしまうとね、ちょっと首に当たってしまう可能性があるんで、ちょっとだけね、横にしてあげると、かゆみもなくて、快適に過ごせるかなと思います。まとめた時に、こう、まあ、雨の日ってね、雨の日だったり湿気がある時って、やっぱ結構ピシッとまとめてた方が、髪の毛は絶対に綺麗に見えるんですけど、この場合ね、やっぱこう、前髪がある方とかに関しては、この隙間が結構出てきてしまう。こういった恐れがありますので、ここの部分だけは隠していきます。じゃあどう隠すかっていうと、このまとめた髪の毛の部分を少しね、前に向かって広げてあげる。これはなんかちょっとずつ、まずね、このここの部分を広げてあげて、ちょっとずつね、こう隙間が出てくるので、それをね、徐々にこう下に下ろすように、隙間がねなくなるように下ろしていくのがポイントです。で、この時にね、オイルをしっかりとつけといてあげると、髪の毛のね、こう、細かい髪の毛が出にくくなってくるので、しっかりとね、顔周りもつけるようにしといてください。で、前髪をね、ちょっと、スタイリングで少し幅を広げてあげると、隠れてくれるかなと思います。このぐらいの感じで OK かなと思いますので、で、この状態で、こう、パサつきが出てきてたら、また上からね、軽くオイルをつけといてあげると、湿気を寄せつけない感じになってくれます。で、このままでも全然いいんですけど、やっぱりね、ゴムが見えるのが気になるっていう方に関しては、こういったね、ヘアフックみたいな感じでね、このゴムの部分につけるヘアアクセです。引っ掛けるような感じですね。で、つけてあげると、結構ね、ゴムもしっかりと隠れて、おしゃれにまとまるかなと思いますので、こんな感じでやってくれたら完成です。はい、ということでね、こんな感じでやってみました。ね、結構ね、しっかりとまとまってるので、まあ、外に出たりとかしてもね、気にならない髪型になるかなと思います。急なお出かけとかにもね、使えるので、ぜひ参考にしてみてください。今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。